ネイルサロンに行ってきました。今回もいつも同様サンプルの中から選んだデザインになります。正直ね、デザイン自体はそんなに気に入っていないんですよ。でももう夏ネイルももう最後かなということで、そのデザインサンプルの中から一番夏っぽいものを選びました。それがですね、こちらになります。ネオンカラーがすごく綺麗ですよね。これね、あのね、デザインの名前がよくわからないんですが、なんだろう、こうランダムに塗ってあるっていう感じなのかな。一色塗りでもなくグラデーションでもないっていう感じなんですが、でもこのピンクと黄色のネオンカラーがすごく夏っぽいなと思ってこちらを選びました。でちょっとしたこだわりとしては、左手はピンクが小指と中指なんですが、右手は薬指と親指というように黄色とピンクの配置をね、左右で変えてもらいました。やっぱりネオンカラーは夏っぽいですね。うん、いい感じです。なんか海に行きたくなってきました。ということで今回のネイルデザインをご紹介いたしました。乾杯。あー、美味しい。うん、美味しい。バーイ。おお、マッコリとサイダーだ、本当に。うん、まさにマッコリとサイダーね。それしか言えない。マッコリなんだけど、でもサイダーだし、まさにマッコリサイダー。語彙力なくてすいません。うん、これはね、
ンビニで買ってたの忘れてたんです。チョレギサラダ風豆腐サラダ。今日の気分は韓国です。ダッカルビも食べましたしね。もう酔っ払ってる。うん、美味しい、ヘルシーです。振ってからお召し上がりくださいって書いてある。しまった、何にも振ってないよ。どうするんだろうこれ。そこに多分マッコリが溜まってるのかも。まあいっか。うん、